2011年に日本に起きた未曾有の震災東日本大震災がありましたその甚大なる被害をもたらした東日本大震災においてある奇跡の実話がありますその奇跡の実話とは神社は東日本大震災の津波の被害を受けなかった神社の直前で津波がことごとく止まっているという事実があるのです この話メディアで取り上げられ知ってる人も多いでしょう。私は多数の被災者からこのことに関する生の声を聞きました。皆一様に言うのは、周囲は津波の被害を受けているのに、神社のところだけ無事であるのが不思議でならないと言っています。神様の存在を信じざるを得ないと皆言っています。私がこのことを分析するのなら、 神社をを建てた人がが津波が来ない地を予見できる神のごとくシャーマンだったもう一つは神社の祭神が津波を手前で止めたこのどちらかが要因だと思いますがこの両方が加味してるとも思いますしかしそれにしてもさすが神社ですそんな天才にも生き残っています神社は地域住民を守るためにあります 神社は残ることによりしっかり地域住民を守っているのでしょうなんて頼りになるのでしょうか素晴らしいですこのことでわかるのは今後天災が起きて逃げる場所がわからないときは神社に逃げればいいのですそんな危機を神社の最新は必ずや守ってくれます今回はこれだけでも素晴らしい結論ですがこの先に行きましょう 天災が起きたら神社に逃げる。これだけでもいいのですがその先に行くのなら自分が神社になる言うなれば神社人間になるということです。自分が神社人間になれば津波が自分の手前で止まる山が噴火して溶岩が自分の手前で止まる戦争が起きて弾丸が飛んできても自分を避けるではどうすれば神社人間になれるのでしょうか それは神社参拝を日頃から熱心に行うこと例えば磁石に鉄をくっつけた後磁石を離しても鉄は磁力を持つようになりますこれと同じです神社参拝を行うと自分が神経を持つようになります神社人間になって多くの人を守りましょう